これからのイーグルスを背負って立っていこうという庄司恒成、立ち上がりのピッチング、ストレート空振り三振。ある意味、まあ抑えられましたけど、今日出てるスタメンの選手っていうのはありがたいですよね。まあ、その結果、ね、打率も、ね、4割以上ですからね、まあ、ただ、ちっちゃくならないでほしいですよね。たまには大きいのも打てるようなバッターになれば、本当に1番を打ったとしてもすごい嫌な1番バッターになりますからね。先ほどグリフィンに声をかけた阿部監督の様子ですが、小崎さん、非常に笑顔ですね。そうですね、求められるということは僕はもう何も感じてなかったですけど、やるべきことっていうのはやっぱり自分で、ここ一番とか試合の流れとか、いうところで結構僕も回してミスばっかりしましたけど、だからそういう難しさっていうのはサードコーチあります。さあ、代打の小郷をまず迎えます。初球です。変化球から入りました。大城もびっくりしたような、小林もびっくりしたようなキャッチングでしたが、変化球を続けます、キャッチャーの小林です。